お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュライダーやっていくんですけど、今日はですね、こちらホグライダーデッキを使っていきたいなと思います。で、最近ね、僕ちょっと高回転のデッキにハマってまして、ウォールブレイカーであったり、まあホグライダーも最近よく動画に上げてるんですけど、ちょっとね、高回転楽しいなと、今まで使ってきてなかったんでね。はい、最近よく高回転動画上げてるんですけど、というわけで、こちらね、ホグなんですけど、またね、2.6 ホグとはまた全然違う形なんですけど、こちらのホグはですね、まあ、僕の中では 2.6 ホグよりは全然使いやすいと思ってます。そして、より PS が、いやまあ、より PS が出るのはまあどっちも変わんないと思うんですけど、なんか、まあ、使いやすくてバランスのいいデッキだと思ってます、僕はこれ。なんか 2.6 ホグ、なんか僕使うと結構ラバーとかに勝てないんですよね、意外と。まあ、上手い人は全然勝っていくんですけど。そうなんですけど、なんかこうバランスがいいんですよね、このデッキ。施設に対してはまあクエイクあって、まあインフラタワー大型にも勝てますし、で、スケルトンラッシュにもアーチャーとかがあるし、みたいな感じで、結構バランスがいいと思ってるんですよね。なんでこれ僕めっちゃ好きですね。なんかよく、フレバトとか、世界大会でもね、使われてましたね、こちら。よいしょ。さあ、ホグ飛ばしていきます、まずね。で、出たスケラですね、これ。これね、ナイト、アイスイズベビドラの遅延スケラっていうデッキだと思うんですよね。なんで、まあこの、じゃあデッキの勝ち方としては、まあ相手は施設プラストルネードを持っているんですよね。まあでも相手はやっぱスケラーって、こう、スケルトンラッシュプラスポイズンを打たないと、僕のアーチャーだったりコウモリ処理あり、全然違う。いやでも合ってるスケラだ。そう、処理できないんですよね。なんで、だからそこをね、相手がやっぱポイズン打つタイミングで、同タイミングでこう攻めていきたいですね。これもクエクってあげて、これだけで結構きついと思うんですよね。これ雪玉でいいっすね。コウモリでもよかったんですけど、コウモリ取っておくと、このナイトコウモリだけで処理できますんで。で、まあスケラ来ても、まあ3コスアーチャーで間に合うかなというところで、さあこれはポイズンウッドのボムターンのナイトエレキドラドラスケラー、です。なんで、まあ、トレネがないですね。トレネがないんで、ボムタワーにも毎回ホグクエイク打っとけば、確実にダメージ入っていきます。で、相手のスケルトンラッシュには、まあ、アーチャー裂いていけばいいかなと思います。ゴー。これは、インフェ正直置きたかったですけど、まあ、ちょっとコストがなかったですね。あと、そう、相手インフラタワーがめちゃくちゃきついんですよね。なんで、こう、なんか相手が端、エレキがいるかでも、こう、端前の、相手のベビーとかに対して、こう、インフラタワーね、こう置くだけで、端前にインフィ置くだけで結構ダメージ通ったりしますね。まあ、今回相手が、エレキがあるんで、まあそれはまたね、変わってくるんですけど、よいしょ。あ、そうですね。で、エレキ今咲いた後なんで、もうここにインフィ置いとくと、相手のユニット全部溶かしてくれるんですよ。よいしょ。まあこれがね、ちょっと強いですね。これも端前止めてあげて、で、この防衛した、この瞬間に4コス溜まったらホグ飛ばします。すると相手はここで今ポイズン打ってきたら、このホグライダー止めれなかったんですよ。まあ、みたいな感じで、こう、スケルトンラッシュに何か僕らがユニットで対応したら、その瞬間ですね、瞬間にホグを攻めるのがすごい大事になります。だからこう、溜まって溜まって、あー、コスト溜まったからホグじゃなくて、やっぱホグライダーの強みは高回転だと思いますので、で今エレキ咲いた後なんで、このインフェで全部焼けますね。なんでこう逆にこう、バルキリーとかで、まあ、ホグ飛ばしていいですね。で、クエイク打つだけでもダメージ入ると思いますんで。で、ここ絶対なんか出る。あはー、外してゆっくけど、焼き鳥みたいになった。やっていくんですけど、って、よいしょ。はい、もうこれはね、余裕ですね。もうスケルトンラッシュには、まあ、正直、こう、まあ、慣れればマジで余裕で勝てるかなと思いますんで、いや、この一気ね、めちゃくちゃすごいバランス取れてて、僕大好きなんですよね。よいしょ。僕海外のカナリオっていう選手がいるんですけど、その人結構好きで、まあ、その人もそう、このデッキ結構愛用してるんでね。まあ、全然関係ないんですけど、嬉しいですね。はい。というわけで、さあ2戦目で、今ラバーも増えてて、まあ、そのラバーもボコせるかなと思いますんで。で、このバルキリーはケツから出しちゃうと、ダクビリの突進受けちゃうんで、1個高めのね、キング前から出してあげてます。まあ、優しさですよね、優しさ。よいしょ。で、まあ、これはとりあえず飛ばすでしょ。で、施設来るようにクエ構える。なんだろうね、ダックプリ、取るね。ファイブ。ファイブ打った後に絶対これなんか1枚出る。いや、普通出すよね。普通出すよね。まあまあまあ。まあ、全然ね。うわぁ、これやば。待って、インティーがね、インティーがね。
インティ置いてハンターで殴られるのをここのスケでねカバーしていきます。相手今ザップ使いましたね。あとかやっぱアーチャーの火力が高いんですよ。アーチャーの火力が高いんで今余裕でコウモリなしでも守れたかもしれないですね。はい、まあ、ここは一回ステイ行きましょう。ゴブジャイダクプリあスケありますね。はい、ファイボスザップスケですね、まあ、ハンターなんで、まあハンターだったんでエリキはないと思います。でもメガゴは多分ありますね。多分メガゴがある。でここを飛ばしても、まあ、ここホグですね。一回飛ばしてダクプリが来るかな。でこのダクプリあハンティングね、ハンティングをどう守ろうかな。まあアーチャーでもいい説があるけど、だからインフィ置いちゃっていいですね。インフィ置いちゃって、おー、それは面白い攻めですね。これちょっと、え、ちょっと待って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 、ん、なんか違う、俺のプランじゃない、俺のプランじゃない、それ痛え。でもお前今ザップ使ったよねっていうホグライダーですね。ザップ使ったよねって、まあでもうまいですね。いい防衛しますね今のはね。多分スケルトンは出したな。なんかアーチャーだ、アーチャー、セバの左側のあれっすね。多分可愛くない方のアーチャーが、ちょっとそんなこと言ったらよくないんですけど、アーチャーがね、ちょっと撃たれたことによってダメージ受けちゃいましたね。インフェルターもついでに。なんで、この右側の可愛い方のアーチャーをこう、の方にね、ちょっとホグライダーで攻めていきます。まあ正直、双子だと思うんで、そんな変わんないと思うんですけど。さあ、ここは、まあ一回、まあここ一回下でもいいな。あ、待って、ミスった、やばい。いでででででで、ちょっとね、スパーキーね、やばい。お願い、耐えて。耐えなくてもいいや。耐えなくてもいいや。てか耐えれねえ。なんで、ここ攻めていきます。もう耐えれないんで、ここ落としたいですね。ここ多分、打って、オッケー。もう耐えれなかったんですけど、いちいち持ち込めればね、もう何も問題ないですからね。で、スケにザップ打たれた時用に、てかもうホグできますね、これ。これでもハンターだと思うんで、ここ来るの。クエイク、いや、一回、置きますか。一回置きましょう。ふっ、ちょっとね、僕も今、やや焦り。まあ、コウモリでちょっと処理しつつ、あそこのスパーキーがね、若干厄介なんですけど、まあ、ここの間に、あ、おいしおいし、マスケッティーが焼かれてる。で、ここ防衛してる時に一回ここホグで攻めますね。そうすると、すごい怖いんですけど、結局こう、高回転でやっぱホグライダーの特徴としては守るんで、回るんで、結局守れるんですね、こうやって。今ホグ飛ばしたことによって、相手はね、あんまスペルも多分打ててないと思いますし、防衛にコース割かないといけないんでね。でも僕、置いとけばいいかな。相手ファイボなんで、この IT がね、なかなか突破むずいと思います。よいしょ、で、ここだからホグ飛ばしますね。ここで一回飛ばすことによって、相手はそんな形作れないっていう。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。で、コウモリ出しつつ、まあ、ザップ使わないと、ですけど、はい。着きましたね。もう結構スペル圏内まで入ってきております。とりあえず入っておくでしょ？もう美味しい美味しい。だってもうそう、相手は、僕がやっぱあれだけホグ飛ばしてると、うわ、ホグ来るホグ来るって警戒しないといけないんですよね。なんで警戒することによって、こうもう美味しいんですよね。もう全部美味しい。全部美味しい。でもこんなんね、じゃあもう行くよ。だって回転早いんですよね、今。回転？何倍タイム、みたいな、トリプルなんでね。まあ、よいしょ。トリプルなんで、もう、回転でご利用せそう。だからクエイクだけじゃまだ終われないわ。ちょっとやばい。クエイクだけだと終われないんですけど、まあ、このスパーキーさえなければ、雪玉クエイク、雪玉2周ですね。雪玉2周回します。はい。というわけで、これも勝ちましたね。いや、回転早いんですよ、マジ。トリプルに入ったら、もうこっちのもんですよと。よいしょー。はい。というわけで、こう、まあ、スペルがね、クエイク雪だと、最後の削り意外と怖いなって思うかもしれないんですけど、クエイク183削るんで、こう、言っちゃうと正直ファイボーとかない。ファイボー201だったっけ多分。はい、201だと思います。なんで、正直ね、変わんない。削りとしては結構優秀。しかも高回転でもありますので、まあ、強いんですよね。このデッキマジで。めちゃくちゃ大きいですね、僕の。よろしく。さあ、トルネード持ちには回転で、と、あとクエイクとか雪玉の若干遅延効果があるんで、そこがね、また強いんですね。来ましたね。はい、これ、さっき僕が言ってたやつですね。スケラ？なんでも、IT 置いちゃえば正直何でも守れます。まあ、一回、相手スケラ来てないんで、なんか適当にね、ま、耐えます。ベビー来てもインフェで溶かせます。もう、トルネードあるんですけど、もうありがとう、ありがとう。これ、ありがてえ。
これも削れますからね。しかもこのアーチャーがまたね削りますから、え、結構3発ぐらい入る。え、振るね、振りね、マジでめっちゃ振るあいつ。でさっき多分トルネ使った後で、あ、使ってねえかな。あ、これちょっとやばい。あのインフェなんか、いや、インフェ入れなかったなこれ。まあちょっとここの棒はね、僕はちょっと下手でしたね。まあ相手捨ててきたんで、まあ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 ですね。まあ理想としてやっぱアーチャーでスケートナッシュを対応したいですね。なんで、まあバルキリーか、まあコウモリだったかな。今のはインフェじゃなくて、コウモリでベビを抑えて、多分アーチャーでスケラーすると多分もう600、700ぐらいは多分抑えれたかなと思いますね。これなんでインフェ回したいですね。もうインフェ置いとくと、ナイトもアイスイズもベビも全部溶かせると思うんで、スケラ回ってないよね、君。なんか、撃とうとしてるけど。君、スケラめっちゃ撃とうとしてるけど、回ってないよね。よいしょ。で、ここ一回ね、攻めたいんですけど、一回置いてもいいかなと思いますね。このベビーがやっぱ厄介なんで、あ、もう焼きます。で、ホグ。あ、待って、これクエイク撃ってからホグしてたらめっちゃ入った、これ。まあでも、ここ相手もやっぱ、このインフィニットは残ると厄介っていうの分かってて、今壊そうとしてきましたね。まあまあまあ。全然全然。また僕も回転が早いんでね、相手と同じように。で、タゲ取ってからで、ここで飛ばしたいですね、ホグ。オッケー。ポイズン外れてる。今、スケラープラスポイズン相手打ってるんで、コストそんなやっぱないんで。クエイク打って、まあこれ遅延効果がやっぱ強いんですよね。よいしょ。よいしょ。とりあえず置くでしょ。もうとりあえず置く大事。で、ベビーとか来ても、速攻ちょっと、あれ、かぶせたいですね。で、ポイズン来るんで、このバルキリーでできるだけ守りたいのと、そう、ポイズンさっき、あの、撃たれた時に僕アーチャー下に出したんで、位置こう変えないと読まれるっていう判断ですね。今、攻め取るんで使いました。クエイクで壊す。ここも遅延効果削っていきます。よいしょ。なんか、スケラープラスポイズン撃たれたら止まんなさそうみたいなのありますけど、正直かもですね。で、ポイズンここに来るんで、次はアーチャーこの位置にこう出してあげたりみたいな感じでね。こう、アーチャーを出すと位置もこう、毎回ちょっとずつね、変えてあげると、相手もこう、先読みポイズンをしづらいですし、見てからでも結構アーチャーやっぱ働くんでね。はい、スケラーとラバー今増えてるんで、正直かもですね。はい。というわけで、こちらね、もう僕めちゃくちゃ好きです。トル4000、5000体でも、すごい輝けると思ってます。マジで。バルキリーがウィザードとかにも刺せますし、陸受けでね、スケとかもあるんで、エリボーチンバもやれると思いますんで、ぜひ、お使いくださいというわけで、チャンネル登録、高評価もね、コメントもぜひ、お願いします。